昨日、私学館大学の3年生が愛知県の大村秀明知事に手渡した要望書。性的少数者のカップルや子どもを公的に家族と認める制度、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の導入を進めることなどを求める内容です。現在のゼミ生に限らず、卒業したゼミ生も含めて LGBTQ の当事者がいます。当事者の人がよりのびのびと堂々と生きていける社会になってほしい。学生たちは、私も LGBTQ 当事者なので生きづらいっていう気持ちはわかるので、ぜひ導入してほしいと。この活動をもっともっと多方面に活用できるように、ゼミでも動いたり周りのことを話して、考えが普通なんだよっていうのを広めていければなっていうふうに思ってます。要望書に署名したゼミ生にはこんな人も。社会に出るのもなんですけど、自分は排斥者なんで、自分自身の立場を通して、いろいろな活動ができたらいいなって思ってこのゼミに入ったんですけど。4年生の伊藤奈々さんはゼミの初顔合わせで性的少数者であることを明かしました。当事者には命に関わる制度でもあるので、自治体には作って終わりではなく、その先を見据えたものを作成してほしいと話しています。学生たちの思いを聞いた大村知事は、性的少数者に対する正しい認識が、深まっていくと、広がっていくということが、だというふうに考えておりまして、要請につきましては、しっかりと受け止めさせていただいて、人権、課題の、解消といいますかね、人権を尊重する社会づくりということに進んでいきたいと。パートナーシップ制度が導入されている自治体は、愛知県では名古屋市や豊田市、豊橋市など21の市や町で、私学館大学の学生たちは、導入されていない県内の全市町村に来月末までに要望書を提出したいとしています。